どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン3ジオが前回の時からやっていきましょう。ということで前回ね、仲間にした引き抜きで仲間にしたメンバーたちをぼちぼちとレベル上げしときました。ほんとぼちぼちだね。前回が5レベとか4レベとかだったのが今、15、14とか、まあ平均で10レベぐらい上がっております。まあ14、15レベでこのフットボール世界の世界大会の相手に立ち向かえるかと言われたらちょっとわからないんですが、まあサッカーバトルぐらいでは使える程度には、レベル上げしときましたというのが、まあ動画外でやった報告です。てな感じで今回ストーリーやっていきましょう。そう、前回一ノ瀬と会ったんだよね。でなんか一ノ瀬なんかいたぞ、今アメリカ代表がこのメンバーでやるカオスブレイクよ。いやでも割と色は似合っとるな。いやかっけー、やっぱカオスブレイク。まあまあまあ入るよね。いるよね。俺この間通りたくなる人。うえーい、うえ、あれどうしたんだい。てか勝手に入れんの良くないよな。俺毎回思うんだけど、敵の国のさフィールドに勝手に入れんの良くないよな。うーん、マーク、やっぱりここにもいないみたいだね。カズヤはどこ行ったんだろう。まだ一ノ瀬見つかってないの。あ、日本外にいたらもしかしてと思ったんだかな。当てが外れたかな。あれ入れ違いになってんのかな。マークかっこいいよな。ユアもしかして遠藤守。おお、はじめまして。ギュー。あれハンバーグしようかな。ドア、お前誰だ。おい、やめろディラン、お前がいきなり抱きつくから驚いているぞ。このデコボココンビよな。なんかマークなんか天然っぽいよな。おー、総理、カズヤからユウの噂を聞いていたからあえて嬉しくて。カズヤってもしかしてお前たちは一ノ瀬のチームメイトか。ザッツライト、ミーはアメリカ代表ユニコーンのディラン・キース、そして俺はキャプテンのマーク・クルーガ。クルーガかっこいいな。おい、あなたたち一ノ瀬君を探しているの。ならさっきアメリカ界で会ったわよ。カズヤと会った。そうか、俺はあいつと入れ違いになったんだな。ユウたちも今から特訓かい。どうだい、カズヤは気合がギンギン伝わってきただろ。ああ、あいつとの試合は最高の試合になりそうだ。俺たちも全力で特訓するぞ。全力を出すのはいつもやってきたことだけど、今回はやっぱり特別だ。だって一ノ瀬とドモンは最高の仲間だから、試合では最高の俺でいたしさ。グレイト、いいねそういうの。ミーたちもガンガンやる気が伝わってきたよ。グレイト。だがユニコーンの要はカズヤだけじゃないよ。ニーヤ、オフコース、ミーたちも最高の試合をするためにギンギンに特訓するよ。バイ。ユニコーン、一ノ瀬やドモンよりこの二人の方が強い説あるからね、普通に。遠藤守か、カズヤとドモンから聞いていた通りのやつだな。世界大会に来てからカズヤの気迫がすごかったのはあいつに勝ちたいからだったのか。その気持ちもわかる気がするよ。ミーたちも乗っていこうぜ。ああ、ということで、よし、俺たちも練習再開だ。今度のアメリカ戦絶対に勝つぞ。ね、キノちゃんが全然元気ない。さっきから伝わってくる、何も喋ってなくて雰囲気で伝わってくるってこういうことだな。あのキャプテン、木野先輩、さっきからちょっと様子が変じゃないですか。なんだかぼーっとしていて気になりますし、練習が終わったら声をかけてあげてくれませんか。いい後輩やな、おとなしは。キャプテンが声をかけてあげれば何か話してくれるかもしれませんし、お願いしますね。というな、後ろ待って、ソードの後ろ姿めっちゃ乙女じゃん。めっちゃ女キャラに見えるんだけど、後ろあのなんか祝いてる感じで、ね、様子が変、秋に声かけようというか、まあ、じゃあ練習することもないですしね。なんか懐かしいな、この二人。秋どうしたんだ、ぼーっとしてさ。うん、ちょっと疲れちゃっただけ、気にしないで。なんだ、それならちゃんと言えよ。ここの片付けは俺がやるからさ。ありがとう遠藤君。あのね、実はね。こいつ遠藤やっぱバカやな。この荷物を宿舎持っていけばいいんだよな。よーし、人の話、やっぱサッカーしかしてねえからこいつバカだな遠藤な。人の話聞けません遠藤君は、サッカーでしか語れません。言っちゃった。やっぱ一ノ瀬のことなんだな。どうしてさっき会った時にあんなことを言ったんだろう。どうしてあんなことを。あ、秘密の話か。返事考えといてねーっつってたな一ノ瀬が。一ノ瀬くんどうしたの、みんなに内緒でアメリカ街へ連れてくるなんて。やば、あれやん、誘拐じゃん実質。ごめん、どうしても二人きりで話したいことがあったんだ。何、二人きりの話を聞ける俺は実質特別やん。その秋、俺は何、俺はこの試合が終わったらプロリーグのユースチームに入ることになったんだ。
すごいんじゃない？プロリーグのユースチームってあのクラブチームとかそういうことかね。プロユースがすごいじゃない。おめでとう一ノ瀬くん。ああ、この大会での優勝を入団の手土産にするつもりさ。うん、プロでの最初の試合必ず見に行くから。プロユースに入ったらしばらくアメリカにいることになる。そしたら日本には帰れない。そう思った時浮かんだんだ、アキの顔が。え？アキ、キングエンド好きなのは分かっている。でもつい考えるな。ちょっとあの稲妻イレブンですかこれ。あの逆転裁判とか始まっちゃうんじゃない？ここから裁判沙汰になってとか始まんない？大丈夫？ちょっと待ったって、トモコレみたいにエンド入ってくるかもしれんよ。君がそばにいてくれたら、ずっと俺の隣で応援してくれたらって。アキ、俺と一緒にアメリカへ来てくれないか？一ノ瀬くん。あ、やっぱちょっと待ったって来たな。あ、一ノ瀬、それにアキも二人とも一緒だったのか。わ、ちょっと待ったどころじゃねえわ。みんなもう結構連れてきてたわ。なるほどね。返事する暇もなかったのかもしれないな。あの時、遠藤くんたちが来ていなかったら、アメリカでずっと一緒に、でも私が一緒にいたいのは、あ、でもまだ昨日、あれなんだ、遠藤のことがまだ好きなんだね。風宿舎へ持っていく荷物はこれで終わりかな。一ノ瀬くん、なんだかいつもと違ってた。何か思い詰めているような。プロユースに行くっていいニュースを聞かせてくれたのに、この感じは何なんだろう。ということは、なんかもう後ろの子供たちも一緒に聞いてたな。これ荷物は昨日に話しかければいいのかな。どんどん進めていきましょう。エンド君、もう少し休んだら宿舎に帰るから心配しないで、先に帰っててね。荷物は運んでくれてありがとう。ん？ああ、宿舎に戻りゃいいのね。さあ、お、メガネと音なしだね。エンド君、ご苦労様でした。木野さんはお疲れみたいですが、大丈夫ですかね。木野先輩と冬香さんの分も、そうか、今、冬っぺもいないから、音なし一人じゃん。こりゃ大変だぞ。あ、メガ、一応メガネもいるな。雑用のメガネいるな。だから、キャプテンはアメリカ戦へ向けて練習に集中してくださいね。ちょっと音なしさん、僕がいること忘れてませんか？おーい、マネージャーのね、メガネくんマネージャーなんでね、ちゃんと。よし、俺も頑張るぞ。やっぱこういう裏方の支えがいるからね、日本代表も安心してサッカーできるわけよ。それから数日後、決戦を控えてはアメリカ代表。お、アメリカ代表は4人でサッカーするのかい。よし、今日はここまでだ。明日の稲妻ジャパン戦に向けてみんなしっかり休んでおけよ。カズヤ、今日も乗ってたね。ユーの気迫がギンギンに伝わってきたよ。ああ、明日の試合は特別だからね。昔の仲間には負けられないってことか。必ず勝とうな、カズヤ。ああ。あ、そっちグランドだったんだ。おい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 。ぐ。え、こいつも響さん。いや、こいつも響さんはおかしいな。なんか、病気かなんか。一ノ瀬、大丈夫か？負けられないんだ、絶対に。無茶しやがって。こうしてる間にもお前の体は、うお、体は何来てたの。やっぱ黙って入れる生徒良くないって。アキ、どうしてここに。一ノ瀬くんの様子がやっぱり気になって。ねえ、一ノ瀬くんに何があったの？どうもの独り言で見つかってしまうというね。やってしまったらやっぱこいつ足引っ張るな、いろいろと。あ、しかも話すと、次の日 FFI 世界大会アメリカ代表ユニコーン戦当日。お、ミーティング集まってるね。いいか、今日のアメリカ戦に勝たなければ決勝トーナメント進出が厳しくなってくる。そうだね、前回負けたことによってあと全部勝たなきゃ決勝トーナメントいけないって言ってたな。死ぬ気で勝て、以上だ。なんか緊張してきたっす。リラックスだよ、壁山くん。練習の成果を見せるんだよ。そうだね、風吹もあれか、復帰戦か。ついにこの日が来たんだ。一ノ瀬たちとの試合楽しみだぜ。どうしたんです、木野さん。試合の準備をしましょうよ。冬香さんもまだ入院中ですし、やることはたくさんあるんですから。ふう、ええ、ごめんね。そうよね、試合に集中しないと。私は稲妻イレブンのマネージャーなんだもの。それじゃあ準備ができたらクジャクスタジアムへ向かいましょう。クジャクスタジアム、
クジャクスタジアムってなんだっけ、あのなんか赤いところだっけ、周りが。スタジアムのあるクジャク島にはエントランスエリアの港から渡ることができますから。なるほど。じゃあとりあえずエントランスエリア行けばいいのかな。レオコト島からクジャクスタジアム、クジャク島かへ出発だということで、まあとりあえずこのまま向かっても大丈夫ですかね。ではクジャク島行きましょう。あ、ちゃんとあれか、送ってくれる人ね。こっからクジャク島行くよ。準備はできているか。はい、戻れないってことはないよな、とりあえず。うん、そうだね。ということでクジャク島行きましょう。いや、こ、うわ、やっぱ赤いところだ、赤いところだ、ここ。ところにスタジアム建てたな。ということでここ懐かしいな。なここにさ、お、宝箱、お、ディフェンス、ホエールガード、うわ、夏ホエールガード、壁山とかなんか大型の選手がいないと使えないディフェンス技だね。ここのあのクジャク島になんか遠藤大輔の最後のノートあった記憶あるわ。どんどん進んでいきましょうか。お、宝箱、さっきの右側になくてここにあると。お、赤いコインゲット。うわうわ、なんかここめちゃめちゃ記憶にあるわ。これなんだっけな、ここまっすぐ行くと誰かいるんだよ、あの仲間にするとき。でも正規ルートは右だった記憶があると。ダブルトルネード、おー、ダブルトルネードだ。あれか、バックトルネードとファイアートルネード。俺この技普通に好きなんだよね、かっこいいよな。逆回転同士が同時に放つ連携必殺技、割と。お、稲妻ピンバッチ、あ、古びたピンバッチか、ゲットしました。お、あ、いや絶対なんかあるじゃんこれ左側。もうこういうの行きたいわ。全部宝箱取ってからあれだね、戦いに向かいたいからね。さあ、やっぱあった。これ何入ってんの、スキル、無属性、ちょっとどういうもんだ。属性の効果が全て無効になる、実力勝負だ。あー、なるほど。あれか、じゃあ山とか属性相性がなくなってステータス勝負になるってことか。これはこれ面白いスキルだね。でこれ多分左側、こっちにも宝箱があるはず。よーし、お、熱血は嬉しい、777と。これはまたラッキーですね、これ勝てそうだな今日の試合。お、まだ続くと。あ、宝箱あるね。うん、スパイク、勝利のスパイク。もうグランド、クジャク島が俺たちを歓迎しているやんこんな。うん、誰か、あ、ハロウィンズの人じゃない、マミー。私の名前はハロウィンズのマミー。私たちのチーム4人はライオコト島のどこかでそれぞれあなたたちを待っている。私たちとバトルをして勝利するといいことがあるわ。でもバトルをするには4人それぞれ秘密のパスワードが必要になるのよ。パスワードはゲームに出てこなくてあるところでゲットできるの。さあ、私のパスワードを答えてみて。教えて Google Chrome 君。ということでパスワードコロコロ限定、コロコロで限定やったんだろうな。正解をよく答えることができたわね。他の3人のパスワードも全て答えることができたらバトルに挑戦を受けたつわ。ということは俺今何人答えることできてんだろう。カボチャと今のマミーと、あともう一人なんか答えたはず。お、スキル、薬病神な、メガネが持ってるスキルだなこれ確か。という、絶対あるよね、そういう気がしてた。タクティクス、ザチューブ、そこだじゃん。これは津波で使いたいんでぜひとも。何これ、これ何、なんかはめる感じかな、ここになんか、ここにはめたら橋できるよ的な。もう技のカオスブレイクの暴力でここまで進んでこれてます。いや、よかった、アフロディ仲間にしておいて。お、宝箱、ミサンガ系だね、大地のミサンガ。お、ガッツが上がったね。これチェチャンス、スピード系、フェ、なんかあれか、お、何、ウィングスパイクとフェザースパイク。あ、ウィングの方が強いんだ。羽のようにとても軽いスパイクか、羽の模様をあしらったスパイク、模様の方が強いんだね。お、これもう上登ったらスタジアムじゃないの。お、なんか覚えた。え、待って、今すげえタップして飛ばしちゃったけど、外なんか覚えたぞ。シャインドライブ、もうこいつ白龍と名付けよ。シャインドライブのシュートボス持ちは、うわ強えわ。あれ、これでやっとソードが技使えるようになったね。またタクティクス、アンデスのアリジョーク。もうここで、もうここであれや、 G エンパイアのタクティクス獲得するから。あ、階段、うおー、すごい派手だね。わ、なんかマップコアめちゃめちゃ高い、なんか足立っとるやん。
すごいな、これ建てるのにどんだけ大変だったの。めちゃめちゃ大変だったろうな。うわ、ここのスタジアムあれだな、あの南沢のチーム、あのガッサン国光のスタジアムにの道にちょっと似とるな。思い出すね、あれを。待ってたよ、エンド。昨日は楽しみで眠れなかったぜ。いよいよ稲妻ジャパンと戦えるんだね。どれほどのものか見せてもらおうじゃないか。エンド！挨拶代わりだよ。やるじゃないか、一ノ瀬。なんかすっげえワクワクしてきたぜ。お前、挨拶代わりで殺そうとしてくじゃないよ。どうだ、このペガサスショットは。本気を出したらこんなものじゃないぜ。あのすみません、挨拶は試合中にしてください。それ挨拶でボール蹴るなら、あの試合前に。じゃコンディションというものが遠藤君にもさすがにあるんで。試合をするのが楽しみだ。それじゃフィールドで会おう。めちゃくちゃやな、一ノ瀬。こいつ狂っとるで、やっぱ。試合前に挨拶代わりだよ言うて敵の正ゴールキーパーにボールぶつけてくるやついないぞ。ああ負けないぜ一ノ瀬。遠藤くん優しいでいいのこれは。だから入場してきた時のゴインジめっちゃかっこよかったな。すごいな一ノ瀬のあの気迫は。うん、なんだかちょっと怖いくらいだね。俺一ノ瀬さんを止めれるかどうか自信ないっす。大丈夫、気迫には気迫でぶつかることなんだ。それが戦うってことだ。タイス、それじゃ試合に向けて準備をしましょうか。終わったら声をかけてね。結構あれね、パッと見グラウンドちっちゃいね。たった一言で味方を元気づける。やっぱり君はすごいよ、エンド。だからこそ本気でぶつかれる。俺の全てをかける。その価値があるんだ。ということで、ちょっとくるっと回って宝箱がないかだけ確認して試合していきましょうか。エンド、分かっているだろ、俺の全力はまだまだあんなもんじゃない。でしょうね。あの挨拶代わりで全力でぶつけられたらもうこっちもたまったもんじゃないでね。一ノ瀬だけじゃないぜ、俺だってアメリカ行ってからパワーアップしてるんだ。この試合は負けられないんだ、絶対に。俺の本気を見せてやるよ。ということで、まあドボン君も本気だよということを言ってるね。うわ、懐かしい、このキーパー。きっと、ふう、彼らのテンションには毎度置いていかれるばかりだよ。だが、ふう、悪くないね。これ試合前からキーパーなのに疲れとんで。カズヤとドボンのこの比較、これもある意味遠藤たちのおかげかもしれないな。だがアメリカは彼らだけじゃない。俺たちの結束力、それこそ最強のアメリカ、ユニコーンだ。ということで、次回アメリカ戦やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。うん、バイバイ。